やっていきましょう。グンさんとゲンゲンしていくよ。君は？私はゲン。ゲンといえばやっぱりあれ、何ゲンだったっけ、中野ゲンじゃって中岡ゲンか。やっぱり一番有名なゲンといえばね、日本人で言えばね、まああれもその戦争の残酷さというか核兵器の恐ろしさ をね伝えていく裸足の剣という素晴らしい素晴らしい漫画があって、小学生の頃はもう何度も何度もリピートして読んだあれがあったんですけど、まあ今や教科書からね、ちょっとなくなってしまったっていうね話もあったりしますが、あれはでもやっぱり後世に語り継ぐべき漫画じゃないかなっていうふうには思うんですけどね。ということで、そんなことも言いながら、ではズバッとの方がなかなかやりよるわい、グワということで、波動猛虎剣をよろしく頼みます。ドンパッチの成長が止まらない。メタルクロウ。シャー。さらに攻撃力が上がっていくぜ。全身がカッチカッチに。あれ攻撃力は上がらない。攻撃力は残念ながら上がることはなかった。攻撃か。どうしようかな。まあじゃあ先にこいつを先のメスか。さよならバイバイ。まあね、ポケモンの数が3匹いるからね、こっちのから削って一緒にしてしまった方がなんかまあお得かなって思って。はっけー、残った。あ、やべ、いて。しかもね、こいつね、鉄持ってるからな、相撲の時にもね、こいつ鋼を持ってるせいでいろいろやられてましたからね。さて、いくか。You are. じゃあ、マジカルシャイン。あ、格闘にも強いんだ。へい。怪しい音がした、今家の中に。ゴリっていう音がした。なんだ、大丈夫？ロロボとか入ってないよ。ちょっとチェックしに行くか？いや、まあ。こんな夜中に。とか夜中だから泥棒入んのか？みんなが寝静まった頃。でも俺がなんか夜中に一人でベラベラ騒いでるっていう声を聞いて、多分、泥棒は帰ったと思う。さて、ゲンさんと裸足でかけていくこんな世の中なんだけど、道に迷ったらごめん。道に迷ってるわ。ごめんね、ゲンさん。なんでそういえばさ、ゲンさんこんな強いのにさ、ついてきてるんだろう、俺に。お前一人でなんとかできんじゃねって思うけど。キャー、働くおじさんが。ここで遊びたいなら勝負してくれ。どういうこと。なんかいろいろと情報が錯綜していて崩壊しているんだけど、まあまあそんなことも石つぶって。いわーく。そしてポケモンの回復なら任せてくれ。まず1匹しか持ってないのかな、ポケモン。ついにいろいろとまだね懐いてき始めてますね。ということで、さあマックスになった状態で2匹ともやられておしまいですよね。さよなら。600くらい経験値くれるかな。そう、岩野くんもね、見た目超強そうなんだけど、意外と経験値はしょっぱいんすよね。鋼、大きく首に来て鋼よ。ご立派。岩。なるほどね。お前たち、実は兄弟だったんだな。じゃあマジカルシャインしましょう。まあ、一撃じゃさすがに倒せないと思うから、でも、ハッケイとかメタルクロー、メタルクローは誰か、ハッケイとかで、そうなんですよね。鋼になることで弱点が減る分、その代わりね、格闘技にめちゃめちゃ弱くなっちゃうっていうね。研ぎ澄ます？何を？キラーン！攻撃力とか、あ、精神を研ぎ澄ました。何？命中率がアップするとかなのかな？ビリビリしびれるなよ。よしよしよし。グローンがグローンって転がってるローン。よし、マジカルシャイン。シャイン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 、ケイキラキラーと光ってありがとうございます。急所になった。うわ、合いそう。ヒュー。おー、いいね、竹豊。お、竹豊もジムバッジを6つ目手に入れる頃には多分竹豊もギアロックに慣れてそうだね。このままいくと送っていい。チャー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 、社業員ジムで鍛え直すか。モテ集まれたのか。そうです。お前ごときが浮気をできると思うなよ。ああ、でもそもそもあれかな、奥さんがいるかどうかも分かんないか。うん、言いたいことも言えない、そんな世の中じゃ行き止まり。こっち
8はゴールなのかな。いや、まだまだだ。いやー、いるねー、いるねー。ちょ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 、マックスアップ。HP アップさせるんだったら、HP アップさせるのは誰がいいかなー。あ、でも結局なんか、あれでもね、マックスアップ。使え、俺たちも無理だよねー。そんな気がしてたよねー。じゃあ、二頭筋にあげるか。うん。あ、1上がった。1。基礎ポイント1上がった。あくまで基礎ポイントだからね。さあ、でも200歩100歩だったらあれだ。ああ、違う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 。これで野生レアポケモンが出て、ああ、野生のポケモンが暴れ散らかす人生になってしまいました。そして出てきた。さあ、覚悟せい。あ、え、ちょっと待って、ハガネイルって普通に野生で出てくるんだ。なるほど。じゃあごめん、ハガネイル欲しいので、頑張ります。頑丈、一撃では死なないですね。じゃあ、とりあえず、HP は削っていかなきゃいけないから、まあこれででもね、普通に倒されてしまったら、頑丈力事務所に OKOKOKO 残った。ヒュー OK 砂地獄当たらない。あ、当たらないで終わりなんだね。じゃあダークボールかな。あ、ちょ間違えた。ハイパーセブン。ちなみにモンス、普通にモンスターボールだったらさ、捕まる確率ってどうなるんでーい。出てくるんかい。あ、あえてのメタルクローでじわっと削る。本当にじわっと削ってったな。攻撃力は上がらない。うひょ、飛びます。あ、なるほど、飛んで落ちるその勢いでダメージが食らわされるっていうことなんですね。本当にしまった。ちょっとうまく戦えるか不安。そうだね、不安を与えてしまってすいません。あえてのダークボールにしようと思います。洞窟の中だからね。でもなー、まだまだ HP も多いからね。そしてハガネイルというちょっと強いポケモン全言撤回。ハガネイルは確かまあまあ経験値が美味しかったはずだよ。さすがに進化系のポケモンだからね。いや、あー惜しい。ハガネイル、そうなんだよなー。ハガネイルだから、鋼が折れる音にしましょうか。すぐそっちに走る。ここで止めないだけ。ダメ？その名前は使えませんってか。じゃあ、勃起はダメだけどさ、勃金はいいんじゃないですか？ダメって言われちゃったよ。なんか虚しいな。まあいいや。そう、メタルコートを手に入れて使わなきゃいけないっていうのがちょっとね、めんどくさいっていう感じがするから。あー、格闘のお姉ちゃんとか、あんたを出せば100連勝ね。それは何、騎乗戦でお腰につけたきび団子ってか。 OK、 チャ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 あれ、チャーレムって戦ったことあったっけ。ヨーグパワープルプルッと。じゃあ、とりあえずマジカルシャイン。今戦ったことなかったね、チャーレム。チャレチャレー。チャチャー、チャチャー、チャチャー。でも、チャーレム効果抜群なんだね。あー、チャーラチャチャー、チャ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 。オッケー。アケヌ、あー、やっぱ可愛いなー、こういうスタイルで。うん、いいよね。お尻の大きな女の子だけど、こっちを向いてよ、ヨシノリ。ヨシノリっていたな、そういえば。闇金牛島くんにヨシノリとか言いながらさ、絡まれるやつ。なんだっけ、詐欺、若詐欺じゃなくて、なんか、なんとか詐欺、白詐欺じゃなくて、うん、うんうんうん、なんかそういう金貸しのやつがいた。出てきた、ありがとうございます。ちゃ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 、グブーンイブーク、ちゃ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 、石頭。まあそのままいきましょう。マジカルシャイン。これで頑丈じゃなければ2体ともボコボコにできるかもしれないけど、ブーク、ちょ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 
お、いいね、二頭筋も。全員がレベル40になればさすがに頭眼もボコボコにできそうだよね。あ、こっちってよかったのか。はいはい。あ、右下の方になんかモンスターボールが落ちなかったりするのは全く同じ組み合わせか。なんかさっきやられたやつが秒速で回復してリベンジしてやるってなんか出てきた感じがする。で、いいだろう、その勝負受けて立とうではないか。俺の名はモンキーダールフィーだ。マジカルシャイン、何度でも何度でもシャインでブルブル震えるよーティー。わあ、2体とも残りやがった。にゃおん、オッケー。チャチャラチャ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 ラチャ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 、オッケー、よし、オッケー、やりたい、落ちます。お前回るの好きだな、本当に。くる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 回る、砂地獄のダメージを。じゃあもうめんどくさいからまとめてやっちゃいます。ここであの研ぎ澄ますとかやられたらたまったもんじゃないですからね。 OK、 ブロー、セラー、今もう、今最近フルダッチンもアルギニのもあんまり戦闘に出てないからな。果たしてこうステータスの上がり方が普通に戦うのと比べたらどうなのかっていうところはちょっと分かんないところなんですけど、キュートリーナ、それはどこで鍛えるの。君のポケモン強くなる、僕のポケモン強くなる、いいこと含めたね。そういうことで勝負しようぜベイベー。チャ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 、よし、じゃあ行きますか。うん、プレース鋭い目、鋭い目、鋭い目ってどんなんだ。炎、フェアリーが炎に弱いっていうのはちょっといまいちどういう意味なのかわからないですが、そんなことは気にしてる暇などないのだ。あら、両方とも。ゲイ、よし、いいですね。たまらん畜生ですね。で、どうせ、ペリッパーの方は蓄えを使ってくるから、防御力と攻撃で追い風に、ね、素早さでも上がるのかな。それともあの風起こす、ね、風起こしとか、なんかそういう技を使ったら、逆にこっちが食らうとか、そういう動きなのかな。ということで、最低コースに空中縛ってます。あー早い、やばい、しかも俺か、うげズハやられた、シャドウパンチ、あ、多め、あ、なるほど、やっぱ素早さが上がってるんだ、しれっと素早さが上がってってんだな、こいつら。アラパチンク、オッケー、ということでハッケイだかローキックだかなんかわかんないけど、とりあえずフィリッパーの方も縛いといてください、お願いします。チャ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 、オッケー、ブローゼル、ブローゼルはただの水タイプオンリーの、ウソッキーはウソッキー、とりあえずね、このね、優しいところがさ、捕まえるんじゃなくて見つけるっていうところだけで、その一応図鑑が埋まったっていう設定にしてくれてるっていうかね。151を捕まえれば、150だったっけ、うん、全国図鑑にバージョンアップするからね、それまで捕まえることができなかったポケモンたちを捕まえることができなかった。僕はもうあの不思議だねと、亀フルじゃねえ、ゼニガメと人影で埋め尽くしたいっていうね、うん、旧御三家で埋め尽くしたいんだよね。あれでもあちゃんもここさ、ワニの子とかそこら辺も出てくるんだっけ確か。そうするとあの旧御三家が全部揃うんだよね。オッケー、できれば勝って終わりたかったよ。じゃあ勝って強くしたってか。そんな贅沢な、おや、滝豊が、チャ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 、ごちそうさまでした。チャ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 、よし、オッケー、スマートフォン、え、スマホ、こいつスマホ持ってるんだ、へえ、命中率必ず当たる、あ、まあ、尻尾振るよりはそうだね、とにかくあの攻撃をバリバリ当てていきます。結局なんだかんだステータスを上げたり下げたりする技よりもなんか攻撃に頼りたいタイプなんですよ。まあ長期戦になればなる、あ、で右側なんかある、あ、まあいいや。なるほど、君たちがポケモンが騒ぐこの講座にどんな理由で騒ぎを持ち込んでほしくないか、
スキンで売りれば全てのポケモンを奪うのだな、相棒オンブレザーというわけで、これ優れたポケモン。お前ら、そのポケモンを奪うのはいいかもしれないけど、なんか預ける先、水木みたいにさ、こうポケモン預かってくれる、なんか、パソコンとか持ってたりするんですかね。そうじゃなかったとしたら助かりますけどね。チャー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 ピッピビーピッピビーピッピビー。オッケー、さあ、勝負してやろうじゃないか。ん？いまだにそれ？いやな、ちゃんとスイッチにコントローラーを向けてないといじけてしまう説。急に再起構成、もうさっさとやっちまおう。なんかびっくりした、マジで全部のポケモンを手に入れる気があるのかって。お前らハガネイルに潰されてしまえって今ちょっと心の底で思ったけど、口に出さないように頑張ってみた。うわっ、でまた危険予知、いや身震いだってするんだよな、こうせな。マジカルシャイン、キラ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 、うん、落ちます。あー、ブレックルもおしまいです。ごめんね、ゲンさん。さっきからめちゃくちゃカッコつけてくれてるのにさ、全然ゲンさんの出番がなくて。あー、ようやくなんかまともなポケモンが出てきたな。お前は帰れ。どうしようかな。でも、効果あり、今一つ。じゃあ、ゴルバットはさすがに倒せそうだから、倒せそうというか、ね。あー、ちょっと無理か。格闘技、毒飛行に対しては全くもって効かないですもんね。いやー、にしても特攻特防が低すぎてフォロスや。そしてなぜ嫌な音だ。俺にとっては何の意味もないんですよね。残念だ。よし。スペシウム光線のビビ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 ウルトラメン。ウルトラな人たちがいっぱいいるから、ウルトラメン。さよなら、バイバイ。どうせ下っ端なんです。どうせ出てくるのは女の子がよかったな。可愛いじゃん。ということで、帰れ帰れ。まいった、スキルはワイラポケル、アイボン帰ろうぜ。やら、ブラザー、大体今、キングダンがどうなってるか分からないで。あ、はい。ありがとう。手持ちに行く。ああ、そうなんだよな。ちょっとまだ後にしよう。ボックス送りましょう。問答無用で渡してくれるんだね。ありがとう。気をつけて帰るんだよ。で、多分あれだろ。いや、帰らないでね。じゃあ俺は帰る。さよなら。あそこに住んでんでしょ多分。よし、じゃあ帰って、ポケモン、ん？ああ、登るんですね。上参ります。あ、なんかある。ここでさすがにもうポケモンは出てこない。出てきたわ。なんかもうさっきからすごいね、フラグ回収が早すぎてワロスっていうね。さすがにポケモンは出てこ、出てきたーって、ね。じゃあ、ももぴーはなんかすごい喜んでる。ももぴーはママの味。寝たあかんで、絶対寝たあかんで。振りちゃうで、寝たあかんで。ほんまに寝たあかんで。よし。じゃあ、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 じゃあ。オッケー。じゃじゃじゃん。ハイドラポン、ケービンポンプ。またどえらい技覚えますな。ただ、あと。こう、まあ、特攻なのかな。でも結局攻撃力の方が高くなるんだもんな。チャチャチャシャン、ありがとう。オッケー。なあ、また出てくるんですね。やっぱりシルバースプリンは大量に購入しておくべきでございましね。ごめんなさいね、皆さん。そしてお口が大きいな。そのお口に食べられてしまったら、さすがのルージュのびっくりとポケモン金銀スタジアムの、あ、はい、ミニゲームです。あれ、まさかのハートに初めて会った時に、ハートお前かよって思ったもんね。うん。やったことがある方に関しては、俺もそう思った、私もそう思ったっていう方々がたくさんいらっしゃいそうな気がするんですけど。うん。ということで、さよならしゅー。さよしゅー。ゲチャ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 。さーて、光の石。おお、光の石って誰だったっけ、誰でに使うんだったっけ。あれか。トゲチックからトゲキッスとか、あとは、あれは目覚めの石か。目覚めの石は入ってたもんな。あれ、光の石って他誰だっけ。ごめん、わかんなくなっちゃった。フリーズ、頑丈、あー、
もうめんどくさいです。もうめんどくさいので逃げます。さよなら。これで追いかけてこられたらたまったもんじゃないもん。この洞窟ことお前のことを崩してやるわガオーって言われて終わりかもしれないからね。ということでさあ戻りましょう。さあ行こう風に乗って船乗るかい。乗るぜ。そしてそのままジムに乗り込むぜ。イエイ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 。うーん、帰ってきたミヨシティ。チャーチャラチャーチャラチャー。おじさん大丈夫？ポケモンって己を鍛えてると。そう、ポケモンの世界って己を鍛えるってどういうことなんだろうな。こう適材適所でちゃんとした技をこう与えることができるようにっていう、まあその戦略の意味で頭を鍛えるっていうことになるのかな。でなんで毎回これガルーラなんだろうな。じゃああれ海竜か。ちょ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 、諦めなければ道が見えてくるでございます。あ、しまった。何を出してくる？ハガネイルか。苦手だ。これは終わったな。どうしようか。まず怪しい人。モーギー、このステージでは出番がないんだよな。プレイス。頑丈。お前も頑丈を持ってんのか。とりあえずじゃあ怪しい人、全部今一つなんだよね。とりあえず怪しい光でちょっとでもごまかしながら戦うっていう戦法にしていかないと、大変な目に遭わせてしまうから、とりあえず回っとけ。ピッ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 。もうピに当たらなかった。ありがとう。じゃあマジカルシャインかな。シャイン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 バニラ。オッケー。でそのまま自分に食らい、自分で食らい、自分も食らい。いやー、カブナリー。あ、よかった、まひるかと思ったけど、よし。結局混乱させたのに全く意味なかったの。これだったらもう2ターン連続でねえまひらせておけばよかったっていう。チャチャーン。オッケー。諦めなかったら勝てただろうか。ってこと諦めたから負けたのか。諦めちゃダメでしょ。水タイプが出てくるかもしれないけど、とりあえず竹豊で様子見てみよう。竹豊がね、聞いてくね。ここはなんかいろいろと。おじさん僕と遊ぼうよ。トレーナーの心も目の見てさ、あの空いてるところにどんどんいろんな棒を刺していこうよ。ただしスパーの先っぽは痛そうだからやめておいてあげてね。いわー、なんで下がってんだよポケモンが。まあレベルが上がってるんだったらいいからさ。てか待てい、ちょっと待てい、苦手や。あれ、鋼タイプとはと思うんだけど、俺が鋼使ってんじゃん。あちょ、狙いを定めて。あ、やばい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 。こいつの地ならしはなんかもうジムが崩れそうな感じになりそうな気がするけど。おお、素早さが下がる。スマートフォン調べましょう。ピッ、あちょっ、ずしどうしようっていい。よかった、頑丈じゃなくて。頑丈だったらもうちょっと辛かったよね。もう一回地ならしされたらさすがにイワークの方が素早さが上がりそうな気がしたから。チャ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 、今の技は強力だった。ダッシュダッシュダッシュ。で、これどこから登るのが正解なのかな。こっちかな。ピー、どういうシステムなんだろうね。電気タイプのさ、ステージとかだったらこれ登ってって登る、あの上がって下がってとかっていうのは分かるけど、戦いの知識経験合わせた強さを持つもの、それがエリートトレーナー。今からこの戦いでお前に見せてやる。エリートトレーナーだったらね、こうなんか一つのタイプじゃなくていろんなタイプを持ってるっていうのがエリートな気がする。スコールして、ああもうすでにいろんなタイプを出してやがるな。ことはドラピオンでも出てくるのかな。あれ、鋼タイプとは。いや、さすがにさ、その何イワークはさ、進化したら鋼色になるから、ああ鋼か、なるほど、うんうん、とスコルピー、お前進化したら毒悪になるんだぞ。あれ、鋼とは。まあ、鋼の技を覚えてるスコルピーになるんだろうけどさ。鋼色出してくるかい。じゃあ鋼色出してくるんだったら、じゃあ遠慮なくブルダチに行きましょうか。ブルダチンテテタル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 。よし、来た。で、チン、カビナリ、カジ、俺。おら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 。いやー、あれ、そう、一人で倒せないってか、そりゃねえぜ、呪われた。あれ、素早さが下がるんじゃなかったっけ、この技って。さすがに、噛みつくだったらね、あれ、地面が。地震、あれ、岩、違う、鋼地震だっけ、こっち、鋼地面か、こいつ。じゃあ、それは普通にあれだよな。鋼しか弱点がないもんな。
岩だったらね、多分本当に秒殺できてたはずなんだけど、さすがに防御力高いな、物理的なね。不幸特防必見。ほら、ソーラービーム思い出させられますね。なんやん、ララバイ。ララバイ、バイバイ。飛びます、飛びます。移動します、シュイーン。チャー、チャカチャー、チャカチャー、チャカチャー、チャチャー、降ります。じゃあ、めっちゃ登った。こっちは、スン。行き止まり。危ない、危ない、危ない。騙されるの。こっちに行くぞ。ジム。ああ、はい。トレーナーがいるってことはトレーナーとって助け合いだっすね。そう助け合いなんだよ。助け合いは重要なんだよ。元気もりもり金次。弟は銀次。昔いた双子は金銀さん。金さん銀さん。今の人たちあの金さん銀さんのことを見るとあの青と赤でしょっていうらしいね。あのちゃんちゃんこ見てさ、違うんだよ。そうじゃないんだよってね。狙いを定めて発射。さすが鋼だ。にゃーぴょんぴょんぴょんぐは。そうレベルが4も下がっているのになぜかこいつ強いな。さすが防御力だけはある。ではカイングルマしましょう。ブル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 さすがにドンパッチの手番ここではないだろうな。じゃあ二刀剣いきましょう。あでもバカ力でもいいのかね。あでもさ岩タイプの技を食らわさられたらさすがにバカ力でもボッコボコ力になるからダメ力ってことなんだろうな。ここら辺のちょっと塩梅が難しいところだけど、とりあえず尻尾でつく。んーベッチよし、オッケー。いやーなんかこうゆっくり動きながらさ超強い技使うってさ、なんかマリルリってちょっと怖いかもしれない。ノーアルタカは爪を隠すってやつだよね。さあこっち行きましょう。シュイーン、んこっちかな。シュイーン、たどり着いたらこいつと目が合う瞬間好き。そういやささ聞いたーピカイベイ。ケンスケ佐々木かな、名字は佐々木。リワーク大好きやなこのジム。イワークしか勝たん。さっき言ったかも、もうイワーク飽きて言うとる。ってことで、あーでもレベルが1上がってんな。あーやっぱ作業しながらだと難しいのかな。これはあれだもんね、ポケモンと一緒に鍛えながらなんか強くなってる感じだった。嫌な音、しびれごな、眠りごな、キノコの星、急所に当たれ。よし当たってないけど勝った。さよなら。さて、次はハガネール。ハガネールはじゃあ、まあ二頭筋でいくか。アカテールってボコボコにできるでしょう。ハガネールよかった。北斗じゃなくてアキラじゃなくてよかったよ。あれ出てきても勝てないもんね。必殺モンゴリアンチョー。いやー勝ったー。いいハイドラポップの方が効いたかな、もしかして。それ何、初めて見た。ボディーパーチ、素早さがグンと上がった、身軽になった。おう、どういう原理なのかよく分からん。とりあえずもう一発当たって。でも遅いんだね。めちゃめちゃグーンって上がったのに遅いんだ。それでも俺のパッチ残念だったな。41いいね。でもう B もレベルが上がって、それなんか新しい技覚えるか。あー覚えた、やった、ありがとう。最近キリスちゃんですね。あ95も上がるんだ、すごいな。国防も下げてくれるんですよね。まあ再起構成の混乱させるっていうのもあるかもしれないけど、怪しい光を覚えてるからまあ別にいいかなっていうところですね。ケンスケありがとう。いつかあなたとプロレスしましょう。格好完全に空手家だけど。やべっちやべっち、イリエッチイリエッチチュー。でこっち行って、でまた下降りるのかな。ぐいですよ、早い。あ、初の女の子じゃないか。強さと弱さ、その一つが見てくるよ。おう、じゃあそのあなたの強さと弱さ、私に見せてごらんなさい。そのお尻の穴という弱点に、いろんなものを刺してやる。スマート、いやいや、いや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 、わい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 、あれちょっと待て。あの鋼とは、何度でも問うぞ、鋼とは。びっくりしたわ。
こいつの出番今回ないんじゃないかと思ってたけど、ゴリゴリにあったわ、ドンパッチ頑張ってください。そして攻撃力下げて、こいつが力持ちかどうかなんだよな。トレースしてみたら意外と滝登り、あ、滝登りいいね。なるほど、滝登りハイドロポンプの代わりに覚えさせるのありかもしれないな。ということで終わりです。さよなら。えーべ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 ー、力を生かしきることができなかったんでやす。おう、二頭筋。マリルリを倒し二頭筋の攻撃力が上がった。よし、ありがとう。ちょちょくだ、ちょ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 。こだわりすぎたのかしら。いや、違うです。鋼タイプを出さなかったことがまずあなたの問題ですね。ジムをある種裏切っていることになります。ガラネピョーン。あれ、なんか一人戦わなかった気がするけど。まあ、いっか。もうまた元に戻るのめんどくさいですからね。まあ、じゃあ、新生二頭筋からいきますか。勝負です。なぜスコップを持ってる、あれか、ポケモンで勝てないってなったら物理的にそれでボコボコに殴る気だろう。めちゃめちゃ笑顔が素敵なおじさまです。ほう、それは黒金パッチの新バッチ、黒金パッチの新バッチ、私のボスか。まああいつもまだまだ強眼が相手をしてくれるぞ。何、息子の敵を取って死んぜようってか。めちゃめちゃいいおじさんですね、パパの鏡。うん、まあ往々にしてまたこのくらいの年頃だったらパパも強いからね。50歳くらいかな。30で息子を産んでて20歳の京太だったとしたら、東岸は50歳っていうかもしれないけどね。あれ、なんか今まで見たことないタイプだったぞ。いちいち悩んじゃう。じゃあハイドロップ、発射準備をビヨーン。でさすがにいけるでしょ。全然いけなかったわ。そしてトリックルーム、素早さと攻撃力は差が逆になっちゃう。素早さが早い、遅いが逆になっちゃいました。ということで私遅くなります。うわ、あれ、スコップどこやった、お前スコップでホリホリするんじゃなかったのか、スコップであーってなるんじゃなかったのか。そうか、まあいいや。移動筋が混乱、アクアテール、うーん、嬉しい。あえて素早さの遅いポケモンを出してあげた方が正義なのかな。ハガネール出してくる。あ、ですよね、もう予想通りだったわ。ハガネールか、じゃあまあフルタッチに、フルタチン で最後がカテトプスの進化系の、なんだっけ、トリケラトプスか。あ、無理だ、7文字だから入らない。わお、レベル36。やっぱりレベル5のやつよりも攻撃力が、だからレベル自体は高いですね。砂嵐ありがとうございます。でも残念ながら私地面タイプですので砂嵐の効果一切食らわないんで、ゴンツあとフリックルームだから、こいつこっちの方が早かったんですね。オーイエー、もう一ターンで終わります。うん、指示を待って。ジャイロボ、あーやばい、それはお前攻撃力破壊力が半端ねえ。いてて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 、砂嵐のタイミングってさ、やっぱり命中率も下がったりするのかな、それとも継続的なダメージのみっていうところですかね。うん、じわじわ削られるのがやっぱり、あ、トリデプスか、なんで誰でトリケラトプスって言ったやつ、バカか俺だ。よし、仕方ない、ダメージを食らうこと覚悟で。確かこいつは鋼岩だったっけ、違った、ごめんなさい。赤身型超こういうの好き、なんかクラウドみたい、興味ないね。いや、39か、やりようだ。でもこいつ物理系の技を多分繰り出してくるから、攻撃力を下げられることは痛々しいはず。ということでインフ、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、それは聞いてない。宣伝の盾、攻撃力ゼロ、防御力3000か。いやー、これ多分3ターンくらいかかりそうだな。あ、ちょ、あ、電源でっかい。あ、でもすごい気づく人が使ってくるかな。お前の防御力は上がり、俺の防御力は下がる。しかもめっちゃ食いよる、美味しいざます。これは使ってこないな。よし、じゃあバカ力で終わり。痛い痛いでやんす。チャチャチャ、あ、戻っ、ん、何、まだまだ諦めない。あ、アルギニンのステータスがちょっとせっかくのシーンを邪魔しているということで、まあ歪んだ空間が戻ったので俺の早い。トリデプス、おしまいだ。ダダダダン、もう全然上げる気ないな。うーん、鍛えたポケモンたちが、まあ、多分あなたがちょっとヒョウタと戦えばボコボコにできると思いますんで、私の自慢のポケモンたちを倒してその強さを認め、このマインバッジをやろう。私のものバッジやん、それ。相変わらず左のパックマンが元気そう。ねえ、これ 3DS の時だったらさ、磨いてね、綺麗にできたりするんですよね。
6がレベル70、よしこれを持っていけいシールで、バッチもくれてシールもくれて、まあバッチはあれなんだけどさ、91がラスターカノンだったっけね、当てれば時々相手がよし、じゃあ無事バッチを6つ手に入れることができやしたんで、この辺でね終了とさせていただきたいと思います。で次バッチ7個目はね、あのカンナギなのか白帯なのかどっちからかが、確か進んでいかなきゃいけなかったと思いますので、そちらをですね進めながら7個目のバッチ目指していきたいと思います。ということで今回も最後まで動画ゴー。え、いや行かない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 、めんどくさいめんどくさい、それはあの次のパートの初めにやっていこうと思います。びっくりした、また俺と勝負しようぜって言われるのかと思った。はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ、ごめんね最後されちゃって。